こんにちは、足立区から来たパワーブドリームの武井です。今日で、K1 を卒業させていただくことになりました。僕の今の夢はボクシングでも世界チャンピオンになることです。挑戦したいっていう気持ちが大きくて、キックでチャンピオンになったんで、ボクシングでもチャンピオンになれたらすごい歴史に残るような選手になれると思うので。 K1 最高。もう一発上ですぐ上がりましたね。うわ、なんだこのファンって思いましたからね。武井の拳はこう鉄球だなと思います。まさかあるのか。でか、鉄の拳、すごい。なんか鉄球仕込んであるような感じです。まあ、K1 で武井強すぎたんで、相手がいなかった。ボクシングに行っても K1 とボクシングのダブルタイトル、誰も成し得なかったことを武井がやってくれたら、まあ、先輩として嬉しいなと思って。 K1 チャンピオンが切ったっていうのがやっぱり注目されてることだと思うので。一発の対決力は武井君がありますね。武井選手はね、世界チャンピオンも夢じゃないかなと。はい、A さん何にせよ攻撃力が正直すごいなと思いました。すごい可能性を感じた。そうですね、やっぱ K1 時代も K1 こだわってきたし、まあ、応援してくれる人ってずっともう K1 時代から見てくれた人たちが多いので、まあ、ボクシングでも僕はもう3分3ラウンドで戦うぐらいの気持ちで K1 チャンピオンとしてボクシングを盛り上げたいなと思って。引き立て役では終わらない。気合が入るところの話ですね。もし勝ったら人生180度変わると思い切って生きる試合ではあります。守るものがない、失うものがない。武井選手ってこう勝っても当たり前だよね。その逆に自分の場合だと勝てばってなるじゃないですか。その名前をお借りしてやっぱり申し上げたい気持ちはあります。K1 時代と明日はもうなんだかんだ、もう次が28戦目なので、僕の方がその試合というプロのリングでは僕の方が経験値上なので、まあ、簡単には行かせません。厳しくはしないかもしれないですけどね、特別なものは何もない。ただ一緒にいる時間が長かったかな。彼の良さを消さないようにやりたいなと思ってるので、まだまだこれから。ボクシング業界でも立ち技最強は K1 だっていうのを証明するのが K1 への僕のからの恩返しなので、はい、K1 チャンピオンとしてプライドもあるし、 K1 からのファンの人たちの思いとかいろんなものを背負って僕のボクシングチャンピオン、やっぱこんなところでは負けてる場合じゃない、ちょっと倒したいと思います。 K1 からの黒船、武井良樹 VS 番狂わせの火の国ファイター今村和弘。